皆さん、こんにちは。音楽コンサルタント、横田修林です。今ですね、2018年12月30日の22時52分なんですけど、いよいよレコード大賞が発表になるということで、誰が大賞を取るかということで、僕が予測を過去にしているんですけど、本当はですね、ここの中にいない、米津玄師さんなんですけど、大賞取っていないので、作品賞取ってないので、この中でとなると、USA 歌ったダパンプが取るべきだということをですね、過去に動画で喋っているんですが、果たして結果がどうなるかということですね、紹介したいと思うんですけど、今ですね、もうすぐ発表になります。で、ここにありますように、僕はレンタルランキングとか、CD の売り上げとか、あと iTunes とかですね、ダウンロード、そして、ストリーミング、さらにカラオケ、有線、いろんなものからですね、類推して僕は予測をしているんですけど、まあもう見てもらったら分かりのように、ここの中でね、おかしいですよね。ダパンプが取らなければおかしいんです。というかそもそも、ここの、ピックアップが間違ってるって話なんですけど、ピックアップが偏っていて、で、ここの中から選ぶっていうことが無理なんだけど、本当はね、そうじゃないもの出なきゃいけないんだけど、まあしょうがないですね。こうなってるんで。で、ここまで行ったんであれば、ダパンプにならなきゃおかしいと。で、去年は、乃木坂が撮ってるからといって、今回例えば欅坂が撮るとか、AKB が撮るっていうのもおかしいし、例えば世界の終わりもですね、ずっとノミネートしてるんですね、最近ね。で、これで今回撮るのもちょっとおかしい。まあ、撮ってもいいけど、もっと売れてる時があるのに、今回撮るっていうのは、おかしいし、他の比べてもおかしいしね。で、まあ、AKB が撮るっていうのも、ちょっとおかしいし、ということで、間もなく発表があると思うんですが、はい、今背景に流れてると思うんですけど、で、ここから今ね、発表ありますので、じゃあ聞いてみましょうね。はい、果たしてどうなるのか、生中継で、お届けしていますが、はい、今ね、封筒を、安住さん、開けますよ。はい、何になるんだろうね。で、これね、もう根拠がないからね、なんかちゃんとこうランキングとかね、データを出してくれればわかるんだけど、なんか審査員がね、話し合って決めてるんでしょ？もしくはお金もらったとかいう話も過去にあるし、はい、第60回、ちょ記念すべき回ですね。はい、聞いてみましょう。じゃん。乃木坂46の皆さんがお歌いになりました。シンクロニシティに決定いたしました。はい、ということで、乃木坂が2連覇ということなんですけど、いやー、違うよね。違うよね。ということで、ぜひ皆さんね、あとは論じてほしいなと思うんですけど、僕の動画、過去にね、ありますので、ぜひよかったらそれも見てほしいなと思いますけど、まあ、乃木坂46さん、2連覇ということで、おめでとうございます。ということで、予測をしてみました。僕の予測は見事に外れたけど、果たしてじゃあ乃木坂で OK なのかね、もう一回考えてみてもいいんじゃないかなと思います。音楽コンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。